皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。徐々に暖かくなりつつある今日この頃ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。うつ主は年度の切り替え時期だから、相変わらず仕事に追われている日々を過ごしているようだな。また暖かくなってきたから、ぼちぼちツーリングにも行きたいと考えているみたいね。うつ主の乗っているターセリーだが、ネット上などで乗っている人をちょくちょく見かけるんだぜ。キムコは国内メーカーではないので乗っている人は少ないかもしれないが、おすすめのメーカーだよ。ところでそんなキムコだが、先日、4月1日から一部製品の価格が変わるというお知らせが公式で発表されていたね。ほう、価格改定とな。ちょうど年度の切り替わりのタイミングなんだな。公式によると、材料費や輸送費用の高騰などの影響により、今回の価格改定に至ったみたいなんだ。キムコは台湾のメーカーだからな。どうしても輸送費用というのが価格に影響するんだな。それで、価格改定というとどれだけ値上がりするんだぜ。それでは今回は、公式発表をもとに、キムコ製品の価格改定の概要を紹介していくとするよ。おう、よろしく頼むんだぜ。それではここからは、実際にどのように価格が変わったのかを紹介していくとするよ。なお、今回は二輪車、スクーターの方のみ紹介していくよ。四輪のバギーの方は普段あまり乗らないからな。了解なんだぜ。まずは、うつ主も乗っているターセリーシリーズから紹介するよ。ターセリー S には、125クラスと150クラスの2種類があるな。うつ主が乗っているのは125の方なんだぜ。まずターセリー S125 の方は、現行の税込み価格27万5千円から、税込み28万6千円に変更となる。ターセリー S150 の方は、税込み29万7千円から税込み30万8千円に変更となる。両方とも、税込みで1万1千円の値上がりとなるんだな。もっと大幅な値上がりかと思ったが、1割未満の上げ幅だな。ターセリーシリーズは、値段の割にかなり充実した初期装備が魅力だから、この値段ならまだまだコストパフォーマンスの良さは継続されると思うよ。うつ主的にも自分が乗っているからか、特に一押しのスクーターなんだぜ。ターセリーのことをもっと知りたいという方は、以前にうつ主が作成した解説動画があるので、ぜひそちらをご覧ください。宣伝も終わったところで、次はどのバイクを紹介してくれるんだぜ。お次は、レーシング S シリーズを紹介するよ。こちらもターセリー同様、125クラスと150クラスがあるんだ。ターセリーと比べると、なんとなくコンパクトな印象なんだな。うつ主の勝手なイメージだと、ハイホイールのターセリーは長距離ランナー、コンパクトなレーシングはスプリンターってイメージだね。実際にうつ主がターセリーを購入する際、お店の人からレーシングも紹介されて、最終的にはターセリーを選んだみたいだね。なるほどな、せっかくだから価格の他に、バイクの特徴なんかも簡単に教えてほしいんだぜ。わかった。それじゃあまずはレーシング S125 から紹介していくよ。レーシング S125 は、前後タイヤが12インチ、最大40度以上のバンク角でスポーティーな走りを目指している。前傾姿勢によるスポーティーな形から、足を投げ出したゆったりした形まで、様々な乗車姿勢を取ることができるんだ。あとは、ライトやランプは LED を使用、メインスイッチ脇には USB ソケットが付いているんだ。最近のスクーターらしく、いろいろな装備が充実しているんだぜ。それで、値段はいくらになるんだぜ。現在のレーシング S の値段が税込み30万4700円、改定後は税込み32万4500円なので、1万9800円の値上がりとなるね。なるほどな。ターセリーと比べると若干値上げの幅が大きいんだな。いやそもそも、ターセリーの値段がリーズナブルなのか。レーシング S の150クラスの方はどうなんだぜ？こちらはボディの方は125クラスと大きな違いはないが、大きな特徴はヌードーというテクノロジーだ。これはスマートフォンの専用アプリを入れることで、車両をネットワークに接続させることができるんだ。ほう、それはすごいんだぜ。それで、お値段の方はどうなっているんだぜ？150クラスの方のお値段は、税込み34万1000円から改定後は税込み36万3000円。
2万2000円の値上がりとなっているよ。こちらも上げ幅としては1割未満なんだな。どんどん行くとするよ。続いては125クラスのみの販売となる GP125i だ。これは前の2台に比べるとかなりコンパクトな印象を受けるスクーターなんだぜ。前後が10インチの小径ホイールで小回りの副車体なんだ。さらにシート高も745mmなので足つきの良さも特徴だね。先に値段の方を説明すると、従来の税込み18万7000円から改定後は税込み19万2500円5500円だから値上がり幅は小さいな。いや待て霊夢、値上がりしたとしても20万円切っているのか。ヤマハのビーノより安いじゃないか。ここでビーノの名が出てくるのは某キャンプアニメの影響だな。でも確かに GP の大きな特徴はこの圧倒的な値段の安さだな。多少値上がりしたとしても、とにかく安く125スクーターを手に入れたい人にはおすすめの1台だよ。新車が欲しいが安いものが、そういう人にはぴったりの1台なのかもしれないな。それでは最後に250クラスのスクーターであるグリー INK250E を紹介するよ。おお、ここで250クラスの登場か。国内でもあまり種類の多くないクラスだが、このスクーターの特徴はどんな感じなんだぜ。このスクーターの一番の特徴は足元だな。小型スクーターのようにフラットフロアなんだ。これは国内のビッグスクーターでは見られない形だな。足元がフラットだから、乗り降りなんかは手軽にできそうだな。他にも USB ソケット付き、ライトは LED、前後ディスクブレーキなど装備関係も充実しているよ。なるほどな、それで値段の方はいくらなんだぜ。こちらは従来の価格が税込み44万円、改定後が46万2000円なので、2万2000円の値上がりとなるね。ここも1割未満の上げ幅か。全体的に価格改定とは言っているが、イメージほどの大きな値上がりではないって印象なんだぜ。この改定後の価格を高いと見るかどうかは、実際に購入を検討している人の感じ方によるね。このあたりは本当に千差万別なんだぜ。価格、デザイン、機能、いろんな天秤があるからな。ぜひ、いろいろなバイクを調べてみて、自分だけのお気に入りの1台を見つけてほしいね。自分の選び抜いたバイクとなると、おのずと愛着が湧いてくるんだぜ。改めての紹介になるが、今回の価格改定は、2021年4月1日からの適用となるよ。最新の情報については、キムコジャパンの公式ホームページや販売店の情報などを参照してほしいんだぜ。あとは何より、安全運転を心がけて素敵なバイクライフを送ってほしいね。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。